9番はこのような問題です。三角形内の反射角の問題です。このようにして解きました。三角形の性質、内角の和が180度、外角の定理と、反射角と丸一算だけで解きました。補助線も難しい計算も何も必要ありません。まず、求める、うを、丸1と置きます。 左の黄色い三角形に注目します。外角定理で赤丸イコール丸1たし37度になります。同様に右の緑の三角形も外角定理で青丸イコール丸1たし39度になります。反射角でこのように2箇所が赤丸と青丸になります。次に、 左のピンクの三角形に注目します。内角の和が180度なので、赤抜、イコール、180度引く37度引く、カ丸1たす37度、カッ閉じる。を計算して10、106度引く丸1になります。同様に、右の水色の三角形も、内角の和が180度なので、 青×イコール1 8 0 ° 3 9 °○ 1 3 9るを計算して1 0 2丸一になります。反射角でこのように2箇所が赤×と青×になります。次に左の薄い黄色の三角形に注目します。外角定理より 赤20丸イコール1 0 6度° 1 3 7度、イコール6 9丸1になります。同様に、右の薄い緑色の三角形も、外角定理より、青20丸イコール1 0 2度° 1 3 9度、イコール6 3丸1になります。反射角で、このように2箇所が、赤20丸と青20丸になります。 ここまでくれば、ゴールはもうすぐですね。水色の三角形を考えれば OK。内角の和が180度なので、104度足す赤20丸足す青20丸イコール180度。これを計算すれば、答えが求まります。104度足す69度く丸1足す63度く丸1イコール180度。丸2イコール56度。 丸1イ,イコール28度。と、答えが求まりました。受験生の皆さんは、丸1段を強くなって、このようにスイスイ溶けるようになりましょう。